切り裂く光赤く螺旋を抱いて、待ち焦がれた無限飲み込まれて、契約の地懐かしい闇よ、崩れ去ってそして人となりて、約束した戦いのその先を巡る因果に消えない罰も『アンダーナイトインバース2』シングルプレイ、あら、私に何かご用ですか？シックスエグゼクターかぐや参ります。秩序のない町なのでしょう。カルムは虚無と夜だけ。予定より遅れてしまいましたが、ようやくたどり着きました。ご用意、私の受けた使命は単独での深淵への接近、そして深淵の付近より今宵の標的となる人物英語の狙撃。まったく、上も気軽に無茶を言ってくれるものですね。狙撃が不可能である場合や失敗時には撤退を命じられていますが。それには背いて接近戦を挑むつもりです。やだ、私ったらはしたないか。さて、長きを生き、もはや人の息にとどまっていなくとも、その命を終わらせようというのは忍びないもの。しかし、このまま夜の壁を壊されましたら、それは地獄の到来。それだけは止めないといけない。撃たない。この指に引き金。私の意志を乗せ、貫かないといけない。堀江ちゃん、途中でいいか。あなたたちはあなたたちの戦いを、決して無茶をしないようお願いしますね。レクスはみんなのサポートを、決して前に出ないように。そして私は私の戦いを、決して退くことのないよう、もう二度と私の大事な日常を誰にも奪わせはしません。派手に蹴散らしましょう。ファーストクロース、リバイス、立て直しが不明に毎日超過ぬ。待てして、オライチキラリクス、やっ、イエスミルさん、面白く、激戦区、
今のは惜しかった。カウンター、エイナー、特徴はない。まず地域ミスキーだ。一戦に作戦、なかなかだ。ここにのチェインシフト、どら、やっと。次、こっちだ。シル、セフ、イッチ、ミルさん、ダーシャー、今のは惜しかったな。スキアリ、そちふわ、しまった。どら、やっと。くれよ。はカウンター、どら、やっと。はぁ、こっちだ。手加減なしです。うわぁ、銃弾の味はいかがでした。ウィナー、ちょっとカビア。セカンドクローズ、リバイバル、カウンター、やー、革命に毎日超過の今のは惜しかったな。こっちカウンター、今のは惜しかったな。ダーッサッタ、よっ、三日月賞、ね、それで惜しかった。革命に毎日超過の、それで惜しかった。撃ちます、そーれ、撃ちます。今のお手だ。夜鮮やかなりその姿され、乗車必須の断りを表す定めなり。あら、やりすぎちゃったかしら。カビア、はい、おいたはそこまでにしてくださいませ。イグジスを荒らす悪しき行いは見過ごせませんから、ご理解いただけます。ではあちらでお話を伺いましょう。お時間は取らせませんので。それでは行きますよ。いざ勝負。ファーストクローズ、リバイス、行きます。革命に毎日超過の、行きます、行きます、そーれ、はい、ただで、こんぐらい立て直し、月戦、ただで、月戦、ただで、一点ちょうだい、いや、戦、撃ちます、そーれ、撃ちます、いやー、革命に毎日超過の、一、二、の、三、カウンター、こんぐらい立て、ここに、一、二、の、よ、月戦、なかなか結構なお手前でした。ウィナー、カビア。セカンドクローズ、リバイス、ダーッ、いや、ご頂戴、ダーッ、セッ、トンライ、はい、月戦、そうでなくて、セッ、ミッチ、ミロ、サーッ、ホッ、ホッ、いや、ご頂戴、そうでなくて、ホッ、いや、ご頂戴、そうでなくて、立て直しだ、今です。ほんの、どうかしら、鮮やかなりその椅子が、ふわっと、カウンター、あちらへどうぞ。あら、やりすぎちゃったかしら。あらあら、私のガンで蜂の巣にならないとは、相当な硬さですこと。大抵のものは、あら、やだ、人に向けて撃ったことなんてもちろんないですよ。なんだあんた、その格好、もしかしてリヒトクライスの人か。あらあら、有名なのは嬉しいですが、こうもバレバレなのは問題ですね。で、ん？その背丈、角出しみたいな頭、手にした獲物。ああ、さてはひょっとしてあなたがキドハイド君ですか。あなたのことは、これは隠しても仕方のないことでしょうね。オリエから聞きを読んでおります、リヒトクライスの。だよな、やっぱ原田さんの友達なんだよな。んじゃ、あんたも当然おとなしくしろとかって俺を止めに来るんだな。そこは当然、
リヒトクライスの任務職務責務その他諸々全部除くとしても、うちの大事な娘に手を出しやがるなんて絶対に許せませんので。ではなく、あなた、君は一体何を。俺はそんなんじゃねえですよ。なあ。あら、かわいい反応。では一言一句、嘘偽りなく、そんなんじゃねえよって伝えておいちゃいますよ。ああ、それは違う。なくはないぞ、なくは。むしろ、あるっつうか、あってほしいっつうかったら、何言ってんだ俺は。ごめんなさい、可愛いからついからかいすぎちゃいました。これは我らリヒトクライスの戦いですので、あなたを巻き込むわけにはいきません。それがオリエの大事な友達であればなおさらのことです。最初からそうやって真面目に話せよな。まったく、あんたの話は分かったが、そいつはお気持ちだけ受け取っておくぜ。今の俺はそういう遠回しで暴力的なおせっかいは一切受けねえぞ。あんたも原田さんの大事な友達なんだろ。そのあんたが怪我でもしたら、最悪帰ってこなかったりしたらよ、原田さんが悲しむ。だからこれで文句ねえよな。返答としては合格点ですかね。けど私、オリエの父として申しますが、まだあなたに娘は渡せません。で、だからそれやめろよ。戻るなよ。もうさっさと始めっぞ。俺が勝ったら分かってるんだろうな、お父さんよ。ファーストクローズリバイス。なあ、巻き上がれ。オーカウンター。みっさね。はっ、やりやがれ。いやだね。止め。なあ、いけ。立てんごこよ。オーカウンター。みっさね。こら、みっさね。なあね。付き合い。オービタ。立てんご。ここだ。みっさね。カウンター。今。はっ、極秘の絵にて。カウンター。はっ、どうだ。高まれ。はっ、いけ。さっせ。まだにカウンター。オービタ、立て直しを。ここだ。しまった。読めてくれ。1戦2戦よっと。付き合い。どうだ。しました。なあ、ウィナー。かけ直した。はい。失敗失敗。セカンドクローズリバイス。いきますね。付き合い。いやだな。しっかり。2戦2戦カウンター。ここだ。1戦2戦結構なお手前でした。ウィナー、やっぱファイナルクローズリバイス。ヘッドオール。カウンター。ハッハッ。ドブネ。エッカウンター。邪魔になった。エッドブネに。カウンター。こうだったか。エッ。やりやがれ。ヘッシッヘッシッ。カウンター。ハッ。カウンター。ヘッ。立て直し革命に毎日超加入。ダーシェイナー。ご町内あれよ。ヘッ。カウンター。ドブネ。ヘッドマッサージ。セイナー。オリエのことは任せられませんね。あらら、あなたは。オリエがいつもお世話になっております。お礼として特別念入りに打ち込んだので、しばらくそこで倒れていてくださいな。私と拝見といきましょう。お前も運が悪いな。ファーストクローズリバイス。
1000、それつらーしれーな、あらあら、燃やし尽くす、しっかっ、その調子で1000、行くぞ、カウンター、はっ、ゲイナー、舞い踊る、はっ、フォルト、過激症、カウンター、反撃開始、一歩美しきかな、その調子で、カウンター、せっ、反撃、カウンター、打ちます、そーれ、やらせをしない、カウンター、いくぞ、輝け、行きますね、カウンター、切り刺す、はっ、そこか、せっ、しろ、立て直しよ、出る、カウンター、行きます、その程度、カウンター、ご長来、反撃、カウンター、心が乱れてますよ、銃弾のお味はいかがでした、ウィナー、なんだと、カグヤ、この私が、セカンドクローズ、リバイス、カウンター、キャッチラ、切り刺す、クラゲラ、で、はぁ、シュッ、サッカー、打ちます、そうです、やらせをしない、カウンター、キャッチラ、スラデク、立て直し、カウンター、キャチラ、切り刺す、そこか、セッサラ、立て直しよ、ふっ、ふっ、悪くはない、1、2の行きますね、悪くはない、おろぼろ、セッサラ、キャチラ、立て直し、止められるか、1、2、3、3、3、穴取り、それでいい、ゲッセン、ファイナルクローズ、リバイス、タイキー、ジャバラ、カウンター、再戦、タイキー、ゲバレクシ、それで終わり、ジャバラ、カウンター、詰め、負けましたね、その調子だ、あちらへどうぞ、ダッシュ、カウンター、やばい、付き合わせをしない、へぇ、しまった、うるさい、立て直す、カウンター、そーれ、この打ちやす、やぁ、激戦、その程度か、タイミー、激戦、反撃開始だ、入れると、激戦、それで終わりか、はっ、バーン、打ちますよ、ブレイクダウン、あら、やりすぎちゃったかしら、カビア、エリカ様ともあろうお方がこのような場所でお眠りになられるなど相当お疲れのご様子、しばしそこでお休みくださいな。お仕置きいきますよ、いざ勝負、ファーストクローズ、リバイス、タイキー、決戦、ゲイナー、ゲイナー、カウンター、立て直す、ゲイナー、はっ、やっ、よっ、やっ、カウンター、そーれ、爪が、打ちますと、やっ、ゲイナー、はーっ、さーっ、この手、伸ばしません、はーっ、決戦、爪が、決戦、爪が、カウンター、やります、決戦、カウンター、いや、まだまだ、決戦、ノッカウンター、困ったわ、カウンター、舞い踊る、爪が、カウンター、一足だけ、ゲントの怪力、あちらへどうぞ、さすが、はい、お仕置き完了です、ウィナー、甘く見ていく、カグヤ、セカンドクローズ、リバイス、そーれ、カウンター、一戦、三戦、いきますね、カウンター、そこです、足元の絞りなら、そこまで、立て直す、やっ、なんという怪力、一発、二発、三戦、いきますね、これも一戦、一戦、一戦、やりますよ、これも一戦、一戦、一戦、三戦、いきますね、まだまだ回避、一戦、二人差し手、頭となり、その三つが発され、乗車必須の断りを表す定めなり、負けられない、革命に参り、乗車の、カグヤ、私の繁殖はダメージディーラーたるガンナ、したがってメレーは得意ではないのですよ、その私程度に敗北を喫するようではどの道この先へは進めませんよ、大怪我なさる前にこのままおとなしくご帰宅くださいな。
お久しぶりです、リッターシルトのロンザレキアライト君。このような状況ですが、お元気そうで何よりです。あなたはかぐや神宮、やはりこの要となる大きな戦い、あなたほどの方が呼ばれぬわけなどないか。偶然であろうと、こうしてお会いできたことを光栄に思います。あらあら、そのようなお世辞をおっしゃらなくとも。飛んだ跳ねたの荒事は私は不得意としておりますので、今宵はこうして後方支援に徹しております。この最前線が後方？いや、そのような謙遜をおっしゃらずとも、組織の確執を抜きに、あなたとは一度腕比べをしたいと思っていたほどだ。そんな、私などでよろしいのですか？それじゃあ今度機会があればぜひ。お手柔らかに願います。ありがとう。それでだ、時間も惜しい。我々は今夜リヒトクライスの補佐に徹するよう命じられている。何か今の僕に協力できることはあるかい？はい、では今日はここでお帰りください。ですがこの言葉、あなた方相手だから嫌がらせよう、などという我らの関係性を疑うことなどなきよう。確かにリッターシルト最強と名高いあなたの協力を得られるのは心強い。ですがそれは逆に罠にでもかかれば一網打尽にされる状況にもなります。あなたは安全なところまで避難し、私たちが失敗した際に備えてください。わかった。形式上ではあるが、共闘を命じられている以上、リヒトクライスである君に逆らうわけにはいかないのだが、撤退命令にだけは背いていいと、そう言われているので、歩むべき道、その先に死すべき定めが待つのなら、それは僕が進もう。あなたのような方が命を散らす必要はない。これは絵に描いたような真面目さんですね。ではどちらが先へと進むか、いえ、どちらがこの場に残るか、望まれていた腕比べ、今ここで執り行いとしましょうか。ああ、ありがたいね。これで両者合意というわけだ。この先へは僕に進ませてくれ。ファーストクローズ、リバイス、行くよ。足元だ。ここから音手差ついて、これアウトエッジ。立て直しよ。させない。カウント前進する。カウント、まだ後期。カウント、バイセット、耐えてくれよ。激戦、まだだ。激戦、激戦、これから耐えてくれ。このまま前進する。激戦、激戦、カウンター、カウンター、砕かれる。立て直しよ。レイナー、舞い踊る。銃弾のお味はいかがでした？ウィナー、すかぐや。セカンドクローズ、リバイス、カリッション、これからだ。まだだ。これからだ。これからだ。耐えてる。まだだ。行くよ。まだだ。手加減なしでさ。ブレイクダウン。あら、やりすぎちゃったかしら。どのような状況にも活路はあるもの。ピンチはチャンスとはよく言ったもので、それを見出すセンスこそが強さそのものだと言ってもいい。
これがわかりますと、戦士として一皮むけますよ。能力は正方向で挑むといたしましょう。ファーストクローズリバイス衝撃をアタック変えシュッカウンターシュッ衝撃シュッ危ないね危ないね危ないね集中激戦リカバリー激戦シュッフスフ激戦シュッフス発射リカルセア近づくラッシュリの糸ヤーガナ激戦リカバリー激戦危ないよいしょリカルセア美しいかな手前でした。ウィナーカグヤセカンドクローズリバイス撃ちますきゃー革命に邁出超カヌセーフ地下省でパンパタポイハーブブルブルブル撃ちますゾーイハーブ発射イコルセア撃ちリカバリー撃ちカウンターリアモンスターポイクラックルプルバッシュセン撃ちないよいしょエイナーポイドチョウマイセーフカウンターリカバリーカウンター立て直しを接近を撃ちまえる緊急接近を撃ちカウンター放つ撃ちます撃ちますそーれリズムを撃ちますはい危ないカウンターよっ肌をかなりその2つが出されば乗車必須の断りはなく定めなりそんなところで寝てると風邪ひいちゃいますよこの白銀の銃弾は悪しきを見抜き心清き者には無害ですからなんて私の友人の怖いエグゼクター様の真似なんですけど貫きますよ全て等しくねお手柔らかに頼むよ拝見といきましょうファーストクローズリバイス激戦分かっていったよカウンター1名いくつ目一緒に行くぞカウンターデイナー舞い踊る分かっていたよ激戦激戦よしカウンター1、2、3行きますね今のはカウンターカテゴリーの心の隙間なり嫌だなやべっつせ銃弾のお味はいかがでしたウィナーカビダサイなんだセカンドクローズリバイいっそに再戦意外とカウンター分かっていたよ激戦おっと激戦危なすより激戦危なす本気を見せよ激戦分かっていたよもしかしてチャンスかしらバーンと撃ちますよ今だ激戦危ないね心が乱れてますよ嫌だな行くにさせーブレイクダウンあらやりすぎちゃったかしらカビアどのような状況にも活路はあるものピンチはチャンスとはよく言ったものでそれを見出すセンスこそが強さそのものだと言ってもいいこれがわかりますと戦士として一皮むけますよお仕置きが必要かしらファーストクローズリバイス撃ちますよしこぎし三日月賞好きありもう一瞬かけのカウンターかけのカウンターケイナーとちょうだいなかなかこぎこぎカウンター相手知れんかけの1、2、3ケイナーカウンター1、2、3回避何らしい激戦スピアリカウ
ウンター。セックだね。舞い踊る。はぁ、バンバン打ち出すよ。1、2のゲット。はい、お仕置き完了です。ウィナー、カグヤ。セカンドクローズ、リバイス。おしゃれ。リバ美しき感激戦。激戦。なかなか。激戦。なかなかの。はい。激戦。くだらん。激戦。激戦。もしかしてチャンス？激戦。はぁ、カウンター。さっくり光の糸ほどね。活路です。闇の道中。はぁ、シュッ。ブレイクダウン。因果の導いた答え。やりすぎちゃったかしら。敗因は一つ、圧倒的な経験不足です。力だけ強くとも戦闘に全く慣れていない。まるで素人の動き。その程度の力量では本物の戦場に出向いたらいいかもですからね。いろいろありましたが、ようやくたどり着きました。深淵を捉えるこの絶好のポジション、狙撃狙撃で手早く終わらせましょう。この位置からなら絶対に見つからないし、反撃なんてありえないですし。どれどれ、スコープと、あは、あの殿方が英語のクオン。情報通りの背格好、間違いないでしょう。正面から格闘戦などという野蛮な振る舞い、それは最後の手段です。うん、いきなり最初から挑むわけないじゃないですかねえ。おほほほほ。見えない位置から音もなく、気配もなく、一度と一瞬だけ死んだことさえ気づかずに行く。悪役にはお似合いの最後でしょう。さて、仕留められるといいのですけど。それでは行きますよ。行ってちょうだい。これは当たる。終わりました。防御障壁？貫けずに弾かれた？嘘！アンチエグジストの術式を施した弾丸に私自身の濃厚なエグジスを注入したアルティメットデスバレットを防いだというんですか？笑ってる。分かっていたのですね、私がここにいることが。ん？唇が動いて何か伝えようとしている。何？こっちへ来ないと、こちらから行く。こっちへ来い、来ないなら出向いてくると言ってますね。ああ、これはダメです。絶対逃げられないやつですね。仕方ありません。不本意ですが最後の手段、成功法で挑むといたしましょうか。いや、先ほどの強烈な挨拶どうも。凄まじい一撃に少々驚かされたよ。イクマンの言葉よりも重い君の強い黒き意志を受け取った。あれだけの弾丸を受けて傷どころか疲労さえもなしですか。アンチロングレンジの策、体ではなくこの場に対してのものですね。近距離で見ると体の防御策は甘い。引っかき回せば勝負。それはそれは、お褒めいただき光栄至極にございます。
私はリフトクライスのイグゼクター神宮かぐや。本来はスナイパーでしてインファイトは大の苦手なんです。お手柔らかにお願いいたしますね。冗談が下手な人だね。あれほどの力、いや殺気を練り上げて放つもの、相当に鍛えている。戦いに疎い道理などないだろうに。いえいえ、鍛えるなんてダイエットの延長程度です。キャッ。先ほどの彼方よりの一撃は阻まれ防がれましたが、この至近距離からなら偶然貫けることもありましょう。では英語のクオンさん、夜へ向かうなんていう旗迷惑な野望、背負ったまま沈んでいくか、ここで下ろして捨てていくか、どちらで行くかお選びくださいね。ファーストクローズリバイス。ゲッセン行く。ゲッセンカウンター、見事だ。ゲッセン行く。ゲッセンゲッセン行く。カウンター、今だ。ゲッセン見事だ。ゲッセン見事だ。さあバキューン。ゲッセン飛びます。バキューン付き合い誇張ない。ゲッセン見事だ。バンバン打ちますよ。ゲッセン、はい、お仕置き完了です。ウィナーカグヤ。セカンドクローズリバイス。いさ美しきかな。ゲッセン見事だ。ゲッセンやるね。拍手。やるね。見事だ。ゲッセンカウンター。ゲッセン見事だ。ゲッセン見事だ。ゲッセン4人だ。ゲッセンさあカウンター。ゲッセン見事だ。行くネクソバーッと落ちますよ。メイクダウン。あら、やりすぎちゃったかしら。カビア。予想通りインファイトに持ち込めばこんなものです。さて起きられます。あなたにはお聞きしたいことが山ほどありますので。破れたのか。長き願いは目的に至らず無へと帰るべきということか。リヒトクライスのお嬢さん、見事な戦いだった。よく僕の暴走を止めてくれた。喜びも怒り、今はもうここに残していない。ただ消えていこう。僕は願うなら、あの弾丸に乗せられた黒き意志、君の心を覆っているその深き闇に少しでも晴れてくれ。恨みの引き金は軽くない。それは巡りで、やがて君自身を貫こう。喋るのも苦しくなってきた。君の手でとどめをくれないか。そして敵である君に頼むのも変だが、我が妹に会うことがあれ、僕の死を伝えておいてくれ。ええ、わかりました。さようなら、英語のクオン。
られてしまうの。私も自分の過去と向き合い、区切りをつけなきゃね。私の中で恐怖に怯えるもう一人の私、幼き頃の俺、父の命を奪った銃、弾けたで頭、温かい汁、糸に切れた人形のように倒れる姿、ま、忘れる方が無理ってものですよ、こんなの。その恐怖と恨みの念が弾丸にこもっているなんて、あの男も、あの女も、人の傷口えぐるようなことをズケズケと言ってくれますよね。小さな頃に両親を失い、日々の生活もままならず、すさみ切った私、生きるためにはこれに頼るしかなかった私を救ってくれたのはあの女。はい、勝負あり。瞬時に銃を軽減させるなんてあなた才能あるよね。けどその黒い怨念みたいな弾丸は危険。いつか自分の身を貫く。なんだよそりゃ、何言ってんだろうね。俺は勝負に負けたんだ。いるなり焼くなりてめえの好きにしろ。なら私と一緒に来なさい。リヒトクライスがあなたを根元から更生させるから。なんだよそれ。まあどうしてもつうの、言ってやらないってもねえぞ。ああ、まったく素直じゃない子供ね。本当は嬉しいくせに。そうと決まればすぐ行くわよ。まずはここからの脱出だけど、銃なしで行けるわよね、当然。バカにすんな。それくらい簡単だってな。そっちこそ俺に置いてかれねえようにしろよ、ノルマ。生意気言ってくれちゃって。それだけ元気なら上等。行くわよ。それとその言葉遣い、帰ったらまず最初に直すからね。恥ずかしい。消したい過去ですね、あの頃のこと。あの女を訓練に見せかけ消す実力が私にあれば。まかなわないでしょ、あの方には。まだまだ借りを返すまで、そう簡単に死なれてもらっても困りますしね。イモータライズ、この世の破滅を退けた程度ではこの私を助けたことの重要性とまるで釣り合っていませんから。ねえ、そんな安く見ないでほしいものです。あの過酷な日々、そこで捨てたと思っていたこの命、まだまだもう 2,3 回は世界を救うくらいの働きはしませんと。この黒き銃弾で私自身を貫こうとは。Maybe
に眩しい知らない世界で冷たい頬温めてる鼓動だそっとまぶたを閉じてていても許されるならばまた明日出会えるから